皆さん、こんにちは。非常識な人生を楽しむご機嫌高コロクの時間がやってまいりました。久しぶりの更新になりますが、今回はですね、サックスチャレンジと私ということについてお話をしてみたいと思います。ですね、こちら、サックス、アルトサックスなんですけどね、こちらの方、1月から始めていて、今4月なんですけれども、こちらを始めるきっかけの話、エピソードとですね、私の、クライアントさん、生徒さんがですね、そのサックスを、始めて、で、どういうことに苦労してっていうか、どういうふうにして練習をしてきて、そして本番を迎えるのか、本番っていうのがですね、実は私出版をしまして、このビデオは4月に撮ってるわけなんですけど、4月の22日に地元横浜でですね、出版記念パーティーをすることにしていて、でそこの中のイベントの1個でこちらのねサックスで演奏をして、それで皆さんをおもてなししようということを昨年の12月ぐらいに決意をして、習い始めたのは1月11日です。そしてサックスの演奏は4月22日ということで、約3ヶ月で、その3ヶ月でできんのかっていう話とかもあったりする中ですね、やることを決めて、で実際にじゃあサックスをどういうふうにして練習をしてきて、3ヶ月でどこまでになってるのかっていうことをお話をしようかな、それを聞きたいっていう声が上がったのでですね、今日はサックスチャレンジと私というタイトルでお話をしていきたいと思います。まずですね、こちらのねサックス、なぜサックスというこの楽器をこの大人になってですねやろうということにしようと思ったかっていうと、話は簡単でですね、形がかっこよかったからです。はい、前から興味はあったんですよね。金管じゃない、これ木管になるんですね。リードって呼ばれる部分が、葦っていう植物のあれでこう音を出していく部分があるから木管っていう扱いになってるんですけれども、形が、このフォルムがねかっこよかった。これこの本ありますけど、こういうで、音もなんかセクシーなんですよね。サックスの音っていうのがこうふわーんっていう音がかっこいいなって思っていて、どこかで私テイク5を聞いたことがあって、ジャズの曲ですか、ダララララララッタッタダララッタダララッタダラッタラッタラララララッタランっていうやつあるじゃないですか。あれがすごいかっこいいなと思ってて耳に残ってたのと、あとは俳優の武田真治さんがですねサックスをやっているっていうことで、芸能人がやってるんで、そんなちょろっとした感じなんだろうと思ってて、番組見たらすごくうまくてびっくりしちゃって、そしてサックスっていう楽器かっこいいなっていうのはずっと昔から記憶の片隅にあったんです。それで今回大人になってからの楽器っていうのもどこかの段階でやってみたいな、やるんだったらサックスがいいなと思っていて、何かきっかけがないと人って動かないじゃないですか。だから今回は、皆さん音楽でもてなすのにはサックスいいよねって思って、一旦楽器はだからサックスって決めたんです。この楽器をねこれをやろうっていうのを私決めました。でじゃあやろうはいいけど本当にできんのか、しかも3ヶ月でっていうところですね。私はやると決めれば、やる人だし、時間がないんですね。出版記念パーティーがあるっていうことは、それの前に出版の新刊の販促キャンペーンとかもあるし、様々なことがいっぱいそこに重なってくるのを知ってて、そこにやったことがないサックス、しかも3ヶ月で仕上げるっていうこのミッションを入れ込むっていうのはなかなか勇気がいる決断だったんですね。だけれどもそれを後押しした友人の一言がありまして、企業系のお仕事を一緒にやらせていただいているバンドとかバンドもやっていて、あとドラムとかをやっている私の友人にですね、なんかイベントでっていうことで音楽っていう話をしたら、ね、そういうの音楽やっちゃった、イベントでなんかやってみたいんだよねって言ったら、音楽とかやっちゃったらどうですかみたいに言われて、やれんだったら私サックスが良かったと思うけど、3ヶ月でサックスってできんのって私言ったんですよね。そしたら、
まあ、普通の人だとまあ難しいかもしれないけど、まあ、高子さんなら行くんじゃないですかって、まあ、私がどういう人間かっていうのを知ってる友人だったんで、まあ、そういう話になったんですけどね。行けるんじゃないですかって、まあ、音楽経験長い人が見立ててくれるんなら、まあ、いっかみたいな感じで行って、で年末にですね、もう本当年の瀬、12月の27かな、体験があったんです。教室に行ってサックスを吹くっていうやつがあった時に、音を出すのも大変って噂はちょっと聞いてたことがあって、音が出なかったらちょっと3ヶ月無理だから諦めようかなと思ったんですけど、案外スーッと音が出ちゃったんですね。多分私は腹式呼吸でセミナーとかやって喋ったりとかするので、腹からですね、こう息をふーって吹き入れるのが多分腹筋っていうか、その力が強かったから音が出ちゃったんです。なので、あ、よし、やろうみたいな感じで思ってやり始めたっていうのが、まず一番最初のきっかけだから、後押しした友人がいるっていうことです。私ができんじゃないとかって言った。じゃあ実際に1月行きました。まずこれね、バラバラで分解されてる状態っていうと、まあ、ここが本体で、でここが まだちゃんと覚えてないよ私 ここが何て言うんだっけ、ネックっていうんだっけ ちょっと待ってね、あ、ネックですね。ここのところが分解できるんですけど、ここがネックで、でここがマウスピースで、でここがリードで、これがリガチャーっていう、これを聞きながら、組み立てながら、どこに気をつけながら組み立てなきゃいけないかとかも習うわけですよ。あともっと細かく言えば、これはベル、サムフックとか、なんかネックスクリューとか、サムレストとか、ストラップリングとか、まあ、ストラップリングですね、ここですね、ここに、まあ、こういうのを刺すっていうか、まあ、これでするんですけどね、こういう状態になります。はい、でまあこういう部材とか説明とかを聞いて、お、毎回これレッスンのために組み立てるのかみたいにまず思ったのが一番最初ですね。まずそれ大変そうだよ。で音を出し始めました。でまあ1回目の時とかもまあまあ音は出てたんであれなんですけれども、音をプーってやって出るですね。だからまず息がちゃんといい位置で入っていかないといけないので、まあ、ここですね、ここの加えるところと、ここの関係性、このセットアップも地味に難しくてですね、いい音がいい状態で出るように、これグリグリって作りやって、ここの位置と、あとこの締めの強さとか、全部それで音が変わってきちゃうっていう中で、音をまずちゃんと出すことっていう、まあその音っていうのからやるんですけどね、このドレミファソラシのソから始めて、で音を出していくっていうところをね、やり始めたんです。で最初はやっぱり音は出るんですけれども、安定しないっていうか、ひっくり返っちゃったりとか、ピーっていう変な音がなっちゃったりとかっていうのをやりながら、音を一定にある程度上手に出せるようにして、でその後、まあ、そうとかっていう音で、こうロングトーンって言って、こうなんか少し長めにね、音を出すとかっていうのをやったりとか、でそのうち「ソラシド」とか「ソラシドドシラソ」とかいう「ソラシドドシラソ」って、まあここがまず4つ、こう指的には「ソラシドドシラソ」とかなって、その下が「ファミレド」とかになって、これでまあ縦笛に似てるって確かによく言われるんですけれども、そんな感じの指使いとかを覚えていくので、最初はだから「ドレミファソラシド」と「シラソファミレド」みたいな、ここですね、このこういうここでここをこう動かしていくっていうね、ここでやっていく、この真ん中だけ使う方が楽ですね。ここだったりとか、この下のこの辺りとか、いろいろここを押したりとか、ここを押したりとか これがあったり、これがあったり、これがあったりとかですね、シャープ、フラットとか、さらに上の音階とかでボタンがね、ものすごいいっぱいあるんですよ。だから選曲はしていたんですね、パーティーで、どれっていうので。で選曲をするのも、大丈夫かな、これは選曲をするのも、まあこの本を2冊買いまして、こちらとこちらで、オーラリーっていう、まあなんでオーラリーっていうのかよくわかんないんですけどね、違う、なんだっけな、オーラリーじゃない、別名、
そうどしどれだれなんだっけな、違う別名でよく、まあ、ここにオーラリーって書いてあるのでオーラリーですね。なんでこの譜面にしたかっていう話なんですけど、あの楽譜私ねまだ読めてないんです。あの今回パーティーでやるの結果として何曲まで頑張ったかっていうと4曲までアンプまでできて頑張ってるんですけどね。まあこういう譜面があるわけですよね。こういう感じで、この玉弱子私まだ読めてないです。自分で一人でパッと見て、初見っていうんでしたっけね。特にこの上の方の音とかあんまり普段見てない音だったんで読めてないんですけど、一回こう数えながら読んで、あレミソファラソミレとかって振り仮名を振る、そうするとまあこんな感じになるわけなんですけど、この振り仮名のこのソとかファとかありますよね。でこれがこのサックスの運指っていうんですけど、運ぶ指って書いて運指っていうんですけど、その運指がどこになるのかっていうのを覚えながら当然曲を吹いていかなくてはいけないので、音符を覚えてる時間がないと思ったんですね。まずソは一体どの指なのかっていうのを知りたくて、それを練習するためにはこの本が良かったんですよ。このサックスの指のこの黒い穴が押すところで白いとこは押さないとこみたいに楽譜に譜面に書いてある、これが良かったから、このその日で一曲マスター無理っていう本なんですけど、この本買ったんでここから選んでるんですね。なのでオーラリーとアメージンググレイスっていうこの2曲はそこから選んでるんですよ。だけど後で分かったのが、こういうスローバラードは実は難しい。あの息続けなきゃいけないのと聞かせないといけないので、実はちょっと早めの曲よりむしろ難しいっていうのが後で一緒にやってくださる方と話して分かったんです。だけどまあそういうのをやっていこうっていうのを決めた時に、今度は、安定的にやっぱ音が出ないと曲として聞こえづらいんですよね。で最初ドレミファソラシドソファミレドとか、あとフラットとかシャープとかで音階をどんどん変えていってやるっていう指の練習とかがあったんですけど、それやり始めようと思った時に、3ヶ月で間に合わないと思ったんですよ。まずは1曲を仕上げようっていうのが目標だったんですけど、皆さんの前でやりたいから。でそれをやるためにその3ヶ月でってことを考えた時に、まあ私の友人と、あと今回東京と大阪で私を手伝ってくれるバンドの方が違う方なんですけども、東京の方、まあ、パカションやられてる方なんですけど、その方に、あの高子さんも曲やっちゃってそれに必要な指を覚えた方が早いって言われて、それでもうだからこの曲先生に言ってですね、あのスケールっていうか、それが指使い覚えなきゃいけないのは大事なのは分かってるんですけど、もうとにかくパーティーで弾くことをここ3ヶ月は目標にしたいので、もうこれのオーラリーから練習したいんですって言って、それでスタートしたっていう感じで、曲スタートになっているので、もうだからこれも振り仮名、振り仮名っていうか振ってありますよね。ドソドシドレラレって言って、でこれをやり始めようと思ってやったんですね。そうすると今度何が問題になってくるかっていうと、その当時の私はこの低い音っていう、いわゆるここからここまでのここだけ使ってできるタイプの音でしかできない人だったので、さらにもう一段上のドレミファソラシドが入ってくると指使いがちょっと変わってくるので、しかも吹き方もちょっと変わってくるので、お難しいとか思って、それを東京の手伝ってくれるか、まあ、本間さんという方なんですけどに言ったら、5度下げて書き直ししてくれたんですよね。で書き直した音符で、例えば本当はオーラリーがソドシドレラレっていう音だった時に、ドファミファソレソだったかな、確かなんか書き直してくれたんですよ。でそれで練習をしてたんです。で低いオーラリーな感じだったんですけどね。そしてある程度吹けるようになってきた時に、今度分かってきたのが、低い音の方が実は息の入れ方とかが難しかったり、音が震えちゃったり指がぐるぐるぐるってなっちゃったりとかですね、やりにくいんですよ下の方の指って。で先生にその旨を言ったら、多分高い方の運指ができるようになったら音も出しやすいし指も多分楽って言われて、あそうなんだと思って、
高い音の方を今度練習し始めたらそっちが楽になったんで、また譜面をもう一回そっちに戻したりとかしてて、もうとにかく3ヶ月でどこまでできるかっていうのも目標値にですね、先生にも曲を優先したいんでって言って話をして、できれば3曲やりたい、でも1曲はまず仕上げたいって言ってオーラリーからスタートしました。でその後はメイジック・グレイス、これもやって、でも両方ともねバラードなんで、特に初期の頃はサックスと私の息遣いが慣れてなかったので、1曲ワンフレーズ吹いたらもう息切れしちゃってですね、そうソドシドレラレドシラシドソドシドレラレドシラシドミミミミミミミレドレミミミファミレラレドシミレドっていうこのフレーズがあるんですけど、ここだけでもうはぁって感じになっちゃってたんです。今は大丈夫ですけどね。それもだから吹き方と、あとここの筋肉ですね、今まで使ってなかった、ちょっとこう唇をですねこう巻いた感じでふーって言って吹き入れないといけなくて、その息の強さで高い音出したりとか強い音出したりとかっていうのができるので、この感覚があんまりまだなかった時にやっていたので、音は安定的に出すことも難しかったし、裏返ったりとか音が出なかったりとかっていう時もあった状態だったんですね。でその後次の進化を遂げる時がですね、音が出なくなっちゃった時が1ヶ月半した時です。それまで割と音は出てたのに今度出なくなっちゃったんですよ。で原因はあるんですよ、音が出なくなる原因っていうのが、唇の巻き方が4曲とかその頃練習し始めてて、その後テキーラはやろうねっていう話で盛り上がるから、テキーラこれ指使いが難しかったんですけど、であとその後先生にさらにできるんだったらアイガトリズムやろうかっていう話になって、4曲っていうのが見えてきてる状態だった時に、その唇が疲れてくるとこういう風になってきちゃったりすると音が出なくなってきたりとか、こういうのが保てなくて疲れてくると音が狂ってきたりとか、あとはですね、これがまた奥深いんですけど、このマウスピースとこのリードのこの組み合わせとかも、私が実は練習を、ちょいちょい時間見つけながら練習してきたことによって、これを吹く息が強くなってたらしくて、あまり強いとこれが逆にこの隙間が開かなくなってですね、こう塞いじゃうような息の使い方になってて、ある時期吹いても吹いても音が出なくって、さらにまたそれ焦って吹くからもっと音が出ないっていう、そういう悪循環に陥ったことがあって、本当にいわゆるスランプっていう感じですかね。音が出ない、でも苦しい、息が苦しい、息が苦しいってよく先生に言って、その後その唇直してもらったりとか、あとはそのリードですね、番手をもう少し硬くしましょうって言われて、初心者用の音は簡単に出るんだけれども、番手がもう少し固めのにしましょうって言って変えて、でちょうどその時ですね、あれも割れちゃったんです、マウスピースと倒しちゃってですね、ケースごと、楽器は大丈夫だったんですけどマウスピースが割れちゃって買い替えることになって、もともと標準でついてたのがマウスピースのこの上のところですね、ここのところが1個大体5000円ぐらいだったんですけど、試し吹きさせてもらって1万8000円のやつの高いやつだったんですけど、なんかそっちの方が音色が綺麗とかいいですみたいなことを聞いたので、あそうなんだとか思って、それで実際にそっちに変えて、その時からですねまた音が変わったんですよね。でマウスピースでも音が変わるし、そのリードでも音が変わるので、何番手とか番手固め柔らかめとかいろいろ試してくださいって言われたんで、今お気に入りのねこういうのもあったりして、こういう入ってますけど、こんな感じでいろいろ持ってます。でこれもそれによって曲によって変えてもとか、あとは買ったロットによって硬さとかも若干違ったり、吹き心地が違うからなんとみたいな感じで、消耗品だから傷んできたら次変えるとかっていうのも聞いて、メーカーによっても硬さ違うしとか、おーなんてこう深いなとか思いながら、今気に入ってるやつで今やってますけれどもね、そんなこんなでやってました。だからこの楽器のもちろん組み立てとかも早くなってるし、
上手にできるようにはなってきてはいるんですけれども、本当にですね、デリケートで、途中口内になった時期があってですね、口内になると吹けないですよ、痛くて。あ、ダメだ、口内にもなれないとか思って、ビタミン C とかプロテインとかいろいろ、なんかそういうものをもうきちんと取るようにして、栄養もやるようにして、あと疲れてると音が出ないんです。やっぱり体調が良くて、ふーって息が吹けないとダメだから、朝と夜の練習っていうんだったら夜の方が疲れてるからやっぱり音出にくいですね。で、練習どこですんのっていう話なんですけど、カラオケ屋さんです。自宅のマンションではサックスが想像以上に音が大きい 全然だから家で練習できないんです。だから音が出ないようにっていうことで、なんかタオルを詰めてとかね、吹くとかいう話も聞いたことあるんですけど、やっぱり息が出ないから息苦しい感じではありましたね。カラオケ屋さんに30分とか、時間が取れる時とかに30分だけでも、組み立てもたもたしてると、もうそれだけで時間がなくなっちゃうので、バラしてまたお手入れしてしまわなくちゃいけないので そこも早くするために、スタンドですね、スタンド、こういうやつがあるんですけど、これも早くスタンドとして組み立てられるスタンドに買い替えたりとかですね。あとはなんか最初の頃は特に音が狂ってるような気がする感じだったんで、教えてもらって、なんかこういうチューナーとかですね、こういうものとかを買って音を合わせながらやったりとかですね。これコルクグリスっていうんですけど、ここのところをこうグリグリ塗ってですね、ここが入りやすいようにするリップと思わず間違えちゃうやつなんですけど、でこれもここの深さですね、どれぐらいのセンチまでグリグリって入れると音が高くなる、音が低くなるっていうのができるんで、それもご本人の状態によるっていうところなんで、ものすごくだからブレ幅が大きい、自分の扱いによってブレ幅が大きいのが、このサックスになってますね。で、1曲はまず仕上げようっていうことが、3曲が見えてきた時に、4曲目も今やっていて、でその4曲目も、今度は、一緒にそのね、組む方がより皆さんに楽しんでいただこうっていうことで、楽曲をこうじゃあこういうふうにしたら、じゃあここ戻ってこうしてとか、この1枚の 譜面なんですけど、作り方が変わっちゃったりとかしてですね、それを打ち合わせをして、で当日を迎えるために、これはやっぱり譜面見てやるよりも、やっぱアンプだよねとか思って、最後の方の1ヶ月とかはアンプ覚えて、だから指使いも覚えて、楽譜も譜面も覚えて、見ないようにして吹けるようにして、でかつそのリズムとか、その相手の方たちと合わせていくみたいなのをやり、自分の中でも、なるべくこう間違えないようにっていうか、いい音だよねと思う音を出せるように頑張って、特にここあとあさってくらいなんですけどね、1週間は朝か夜かどっちかは1時間40分か、正確に言うと4曲2回回しっていう練習はしているので、それで、トライをしているっていう感じなんで、本番は本番で、またアップしたいと思うので 楽しみにしてほしいんですが、3ヶ月チャレンジです。3ヶ月でどこまでいくか。先生もですね、3ヶ月で4曲アンプできてっていうとこまでやった生徒さんはいないので、僕も興味深いですとかっていうのは言われているので、人がやったことがないのをやるのは好きなんでね 私コンサルタントですからね 楽器の人ではありませんけど、皆さんに何を言いたかったかっていうと、いくつになっても新しいことは始められるし、努力すればできるっていうことを伝えた方、だから時間がないという言い訳はないっていうことですね。特に1月がサックス始めたら、その翌週に私タイに出張で飛んでますしね、出張なんてしょっちゅうどっかに飛んでるし、普通の仕事は普通にやってるし、セミナーも別に普通にやっている中で、ちょっとずつでも時間を作って少しずつ練習をする。だから3日に1
遍とか4日に一遍ぐらいしか最初はできなかったですね。最近は運指もうまくできるようになって早くなってきたので、そういうことをやってますけれども、そして最近取り入れてるのが、うちの裏、鶴見川が裏にあるんですけど、川での練習ですね。川練と私は呼んでますが、お花見の時に、桜のお花見の時にすごい気持ちよくって、その頃一応アンプもちょっとできてき始めてたんで、川で吹きたいなとか思って、で吹いたのがきっかけですね。結構音がパーッと広がるから気持ちよかったんです。だから最近の朝練は川練が多いかな。8時半とか9時とかにやる場合には川練が多いんですけれども、カラオケは予約っていうか、まあ予約取らなくてもいいんだけど、やっぱね、中でこもってる感じになるので、川はね気持ちいいです。橋の下でよく吹いてるんですけど、曲になってない時だとちょっとやっぱりね、騒音公害かなとか思ってできなかったんですけど、最近一応曲にはなってるんで、まあ許してもらえるだろうと思って、それで川の下で最近は吹いてます。なので、まあ3ヶ月でどれぐらいの、じゃあ そんな練習してどうなのよっていうのは、まあ、練習日記っていうのをずっとサックス練習日記っていうのをずっとつけてて、それを1からずっと連続で見ていくと、あ、うまくなってってるよね、確かにっていうのは多分分かっていただけるかなと思うし、あと当日ですね、3日後かで実際に衣装ももう、セミナー&パーティーっていうのが今回の趣旨なので、衣装もこういうのを着るって決めて、髪型もそういう髪型で、そういうアクセサリーもつけて、お洋服もそれで、カツサックスみたいな、そういう感じ。あ、一個言い忘れた。そう、これストラップで、これもだから調整して合うように切ったりとかして、カスタマイズをして私に合わせたりとかしてるので、全てそういう形で整えてっていますので、まあそれが今現状での裏話っていうことですね。だからそれなりにね、結構ね大変です大変です。でも今できる自分の最高の状態で当日やっぱ迎えたいっていうところの努力は惜しまないので、まあこんなに大きなこと言ってて当日失敗してじゃんとかいうことになるかもしれないですけど、まあそこはご愛嬌。私はできる限りのことは当日に向かって最大限の努力はした状態で皆さんをお迎えしたいっていうふうに思ってますので、まあ、そんなこんながサックスの裏話っていうことになります。あとは当日の動画もね流しますんで、またそちらも見ていただけたらというふうに思いますので、どうぞお楽しみというのが本日の高語録でした。それでは。